ということで、磯端打席に立つこともなく、浅間に変わっています。さあこれはライトへの強い打球、これはライト前に落ちます。佐藤の前に落ちてシングルヒットになりました。さあ浅間もノーアウトで出塁、まあ、緊急出動という形ではありましたけども、ね、いやいやもう見事ですよ。そうですよね、こんなに簡単に打てるのかと、しか勝ってないような状況ですよね。さあ強い打球、浅間が急遽出場で2打数2安打です。こういうので浅間はあれ、そうなんですよね、これこういうゲームの入り方の方がいいぞと思ってするもんなんですか。いや、気持ちの面ではちょっとこう、今日はライトでは今シーズン11試合目、これパラセルの打球、これもどうでしょうかな、浅間3本目のヒットになりますか。ヒットランプは点灯しました。今日3安打猛打賞、急遽怪我をした磯端からその交代でね、1打席目からも交代者入りましたか。なんとか浅間も粘ってペイオフピッチ、センター詰まりながら落ちます。サードランナー帰ります、同点。そしてファーストランナーはセカンドを蹴ってサードへ、浅間4安打固め打ち、今シーズン初の4安打固め打ちとなりました。浅間タイムリーヒットで同点です。というここで試合を振り出しに戻しましたファイターズ。うまく打ちましたよね、はい、最後変化球で来るのかなと思ったんですよ。ストレートですか。ストレート、まあ、シュートですよね。シュート系を選択して投げてるところは決して悪くなかったんですけど。